じゃあ始めましょうか。皆さんお越しいただきありがとうございます。去年に引き続き今年もアイコンコンテンポラリーフォトグラフィーを開催することにいたしました。メタバースとリアル展示の両方でやっていきます。で、去年は文化庁の助成金でやったので資金面が割と潤沢だったんですけれども、まあつっても大変ギリギリいっぱいだったんですけど、今年は助成金がなかったのでクラウドファンディングと企業スポンサーで行うことにいたしました。で、まあ、スポンサーの方には DNP さんと、シグマさん、あとスマートホルダーさん、スマートホルダーさんは多分あんまり知らない人が多いと思うんですけれども、なんて言ったら NFT に紐付けされたモニターとかを販売している会社です。で、そこの会社の全面バックアップで動画の作品も展示できます。今回はあとトライセラっていう会社が EC サイトとかアートの通販をやる EC サイトをやってる会社なんですけれども、そちらのトライセラさんも調査に入って、今回の出展している、作家さんの作品がトライセラの方で EC トライセラの EC サイトから購入することができます。あと次がルートオートさん、ルートオートさんは今もクラファンやってるので、インスタとかでツイッターとかで告知してますけれども、トートバッグを作っていただいて、35人ぐらいの作家のトートバッグがそこで買うことができます。で、まあ、そのトートバッグを買うことで作家の支援にもなるようになってます。次に、あと東京スタジオさん、東京スタジオさんは設営とか結構美術館とかいろんなところのそういう、展示の設営をやってる会社なんですけれども、そこの会社が協賛入っていただいて設営とかの方をお手伝いしていただきます。最後にヘルディタスっていうジュエリーブランドがあるんですけども、そこのブランド、私がブランドの広告の撮影とかしてまして、そこのデザイナーさんのなんて言うんだろう、ジュエリーなんだけどアートジュエリーみたいな感じなので、なんかちょうど親和性があっていいなと思って、音をなんて言ったらいいな、その形からそれを 3D スキャンして、その 3D スキャンしたやつから音を作って、音と連動したジュエリーを作ってるんですよね。なんかすごく面白いジュエリーブランドさんなので、ぜひチェックしていただけたらと思ってます。で、クラウドファンディングの方なんですけども、クラウドファンディングではクラウドファンのサイトを見ていただくと分かるんですけど、クラファンはトートバッグ、それはもういろいろSNS とかでいっぱい宣伝しこちらでしているので分かるかなと思うんですけども、それ以外にもあれなんていうんだっけ、クラファンのあれだ、コミッションワーク
言葉でなんだ。コミッションワークがあって、コミッションワークがとっても面白くって、普通に、仕事としてオファーできるぐらいのクオリティのやつがいっぱい上がってまして、今んとこ、1,2,3,4,8,9,10,11人の作家さんに出していただいてるんですけども、フォトグラファー春さんは、代名詞とも言える真空パックのやつを、40万円でできると。しかもそこに作品がついてきて、普通に CD ジャケットとかでもやってるんで、なんかコマーシャルワークとか使えちゃうんじゃないかと思うような、実際にミュンヘンとかいろんな国でこのコミッションワークやってるんで、そのままそれをそっくりそのままこっちで出していただけてます。で、次須崎さんのコミッションワークはまた面白くて、衣装を作るところから、コスプレってシリーズがあるんですけど、衣装を作るところから始まって、それをまあデザインしてプロデュースして、そしてさらにそれでヘアメイクまでつけて、スタイリストまでつけて、それで撮影して作品に作り出すっていうものなんで、これも普通にすごい豪華なプランなんじゃないかなと思ってます。他にも藤倉さんとか、藤倉さんはこのネオンサインを残すという企画で、これをまあ作ったやつを、これどうするの、これ作ったやつを口ネオンサインを残すという企画の写真を形で これはプリントするのかな。これで、そしてもう一つがラインオブ、ユキヤさんの声聞こえてないってスペースで。ああ、そうなの。これどうやったら聞こえるの。これどうですか。今聞こえてます。聞こえた。はい、今聞こえてます。はい、すいません。スペースで聞こえなかったのか。じゃあ最初からやった方がいいかな。ああ、なるほど、わかりました。須崎さんのコミッションワークなんですけど、須崎さんのコスプレシリーズっていうのがあって、そのコスプレシリーズは衣装をデザインするところから始まって、ヘアメイクデザインして作って、さらにヘアメイクもして、その上でスタジオで撮影するという豪華なプランです。これも参考写真見ていただけたらいいと思うんですけど、すごいコスプレイヤーさんみたいなのにはものすごいいいんじゃないかなと思ってます。ただこれと、次が藤倉さんのはネオンのやつを一緒に、なんか音声がハウってるみたいなんですけど、これ多分両方でやってるかな。アイコン、じゃあ自分がミュートします。んこれで大丈夫ですか。聞こえてるかな。で、Line of Revolution っていうシリーズがあって、そっちのコミッションワークが、視線、いろんな団体写真を撮って、そこから、新たにこう作っていただけるってことで、これも、参考写真見てほしいんですけど、視線をマスキングテープでこう引いていくってやつなんですけど、なんかとても面白いシリーズなんで、これも
ぜひ団体で参加していただけたらと思います。あと次渋谷さん、渋谷さんはこれなんて言うんだろうね、水を使ったプランで東京版と大阪版があって拠点絵画よりなんかインスピレーションを受けた作品のシリーズで、ボッテチェリのヴィーナスをイメージしているそうです。で大阪の時は水色のやつかな。で東京の時は黒い背景ということで、なんか場所によって選べることになってます。渋谷さんはつい最近何でしたっけ、結構海外の有名な人とコラボしてましたよね、音楽のミュージシャンと。やってたっけ。やってた。そのライティングがすごいかっこよくって面白かったです。誰だっけ。じゃあ武藤さんが、武藤さんは割とアーティスティックなやつというよりかはビジネスポートレートとか、もやったりとか、もうプランも選べるっていうやつで、普通のあとアーシャ、普通のアーティスト写真も一緒に作り上げてやるというやつですね。であと最近今回の、トートバッグのやつにもなってる、顔ハレーション、光をハレーションさせて顔がよくわからなくなるような感じにして、匿名性のある、なんて言ったらいいんだろう、アイコンみたいな写真を作る、ツイッターとか今、インスタとかいろんなところでアイコンを使うと思うんですけども、そこで、匿名性のあるアイコンが作れるというシリーズを作ってます。それをやってくれるということです。で、前山さん、前山さんはもう普通に CD ジャケットとかファッション誌とか、まあたくさんコマーシャルワークをやっているのと同じようなノリでスタジオで撮影していただけること、ヘアメイク、スタイリング付きのプランもあるんで、これ普通に仕事としてオーダーできるような感じのやつなんじゃないかなと思ってます。アーシャとかもね、全然これでいけちゃうんじゃないかな。で、あと西村優馬さん、西村さんは触れる写真なんですよ。触れる写真って、写真って普通触っちゃダメじゃないですか、指紋とかついてない。でも彼の作品って凹凸があって、そこになんて言うんだろう、あれは何でできてるんだろう、シリコンでできてるのね、なんだろうね、なんか皮とかって話してますね。皮って言ったっけ、皮とかでできてるかな、ちゃんと本物の人間の皮膚みたいなのができて、手とかそういうのもやって、でなんか感触があるんですね、シワのくぼみとかにも寄り添って、すごい面白い人でした ね。リアルにそれができてて、私は京都グラフィーでそれを見て、これなんかこの触った感じがふにゃって、なんだろうな、すごいそのシワの感じとか、目つぶって触っても面白いかもしれないし、ひょっとしたら目が視覚障害者の人でも通じるような作品かもしれないですね。なんかそれを、自分の例えばこのいろんな恋人でもいいし、家族でもいいし、まあそういうので残すっていうのもありなんじゃないかなと思います。コロナ明けだったんで余計にこの作品面白かったですね。ああそうだね、みんな触れるっていうね。で次、ナナナノさんはもうナナナさんの代名詞のヌード撮影のやつをそれぞれのお家に行って撮影するっていうプランで、これもね、ナナナノさんの作品に慣れるっていうのもいいし、自分のお家に行って撮影していただけるというんで、なんかちょっと恥ずかしいとか思っている人でも気軽にできるんじゃないかなと思ってます。男女関係なくできるそうです。あ、そうなんだ、うん、
普段結構女性のイメージなんですけど、生野さん、うん、今回は男性も OK ってお家ヌードでね、これファンの人は必見なんじゃないかな、うん、性別問わず、ね、面白いなと思いました。あと本間理恵子さんなんですけど、本間理恵子さんちょっと抽選方式になってて限定2名ということなので、まあ、ちょっと応募の仕方が変わって0円になってるんですけど、実際は、7万8000か7万8000なんですけど、このキューブのシリーズに自分が被写体になれるというプランです。これもね、いろんな小説のカバーになったりとかいっぱい出てるんで、これのなったらめちゃめちゃ、ひょっとしたらね、どっか世界中に使われるかもしれないですね。このガラスのキューブの中ってすごい夏暑いって言ってましたね。言ってたね。だからなんか3分間に必ず休憩入れるって言ってましたよ。でもその代わり冬はすごいちょうどいい気温だって言って、面白いなと思っちゃいました。これ思い出とかにいいですねって思っちゃいました。っていうプランです。で、一人、これはコミッションワークというよりかは、作品を購入するっていう感じなんですけど、丹野さんで、丹野さんの、作品って、なんて言ったらいいの、コラージュ作品、たくさんの画像をコラージュして作るやつが代名詞としてあると思うんですけど、今回はこれ、なんなんですかね、感覚器官を、いまいちこれ私分かってないんですけどなんか読んでも私あんまり理解できなくてまあなんかこの作品のシリーズをまあこれはリターン作品なんで購入できると、詳しくは読んでいただいて見ていただけたらと思います。で、写真のこのね、シリーズ、うん、何のだいる、スピーカーの方にいると。あ、本当？丹野さんスピーカーにいる？丹野さんに説明してもらった方が早い？丹野さん喋れたりします？いる？あ、いた。あ、すいません、はい、お邪魔しております。コミッションワークの説明ですよね。はい。はい、すいません、なんか面倒なことを。はい。一応ですね、僕、昨年から作品全部ユニーク、エディションユニークにしちゃったんで、うん、サンプル的なものっていうのは一応載せてはいるんですけど、ご依頼いただければ完全に新作を作りますっていう、そういうコミッションワークですね。はい。で、作品のシリーズはスペシメンっていうシリーズとブラックっていうシリーズの新作っていう形で、提供させていただこうかなと思って、まあ、その作品の、シリーズのまあ、コンセプトに関しては読んでいただいた方がっていう感じなんですけど、一つ今回ちょっと初めての試みがありまして、これ実は NFT の方でやろうとしていろんなちょっと技術的な問題でできなかったんですけど、アイコンさんのコミッションワークの方でこれご注文いただいた方は、作品のデータも一式権利と一緒にお渡しします、なので、僕の手元には当然のことながらデータ残しません、どういうふうに使っていただいても構いません。プリントも当然つくんですけども、オリジナルデータ、制作データ全部つけるので、それを例えば自由にいじくって、Tシャツにプリントしたりとか、あるいは複製プリントどんどん作って売り飛ばすとか本当にもう、作品そのものというか権利とかそういう部分も一括で含めて、作者の手元を離れるっていう、そういうやり方ですね。
ちょっと今後機会あるごとにそういうことをやろうと思うんですが、せっかくアイコンさんに声をかけていただいて参加できるということなので、そういうコミッションワークを出させていただきました。はい、以上でございます。 ありがとうございます。ここに本間さんもいるから、本間さんもアピール してもらえたら嬉しいです。入れる、喋れるかな。喋れそうだったら、この時間帯だとまだお子さんかな。そっか、じゃあしょうがないかな。もし喋れるようになったら言ってください。あ、来た来た。あ、移動中なんですね、しょうがないですね。はい、本間さんは移動中ということで、電波が悪いということで、はい。じゃあまたなんか時間がもしあったら、あとそしたら出展作家さんをざっくり説明とかしますかね。いいですね。はい。そしたらどこから行こうかな。じゃあここから行きますか。はるさん。これフォトグラファーはるさんですね。スパチュアルにいる人はこっち来てください。こっち来て、こっち、こっち、こっち、戻ってアピール。こっち、これフォトグラファーはるさんです。ここです。あ、はるさん、はるさんはこの、あ、いさとみさん、もし、手があれば、ツイッターのスペースの方に、なんか、写真アップしてもらえたらと思うんですけど、フォトグラファーはるさんの写真。了解です。はい。フォトグラファーはるさんです。はるさんは、このやつ載ってるやつ、メタバース出してるやつは、プロジェクターで投影して、自分のお子さんと奥さんを本当に森とか山とか、今いろんなやつがあるんですけど、ここにやってるやつは湖かな、海かな、なんかそこに投影して、で作品を、それをまた撮影して作品にしてるやつですね。はるさんのこの作品のシリーズは、あともう少ししたらコミッションワークの方も出てきて、そしたらもう自分の家族だったり恋人だったり、こういった形も作れて面白いと思います。すごいね。なんで池谷さん知らない、そうで、隣行きましょう。隣、隣は渋谷さんですね。さっきもちょっと説明したんですけど、ヴィーナスをイメージしてるのかな。これ、これ、このシリーズ。展示もこれでいくのかな、どうかな、わかんないですけど、なんか新作を撮るとか言ってますね。あと表現の仕方も今年は新たに和紙とか、和紙になんか石を貼るとか、あ、言ってたね、実験しようって言って。いろいろ頑張ってくれてました。面白そうです。すごい見るのが楽しみですね今回。でその隣行きます。隣は菅美香さん。菅美香さんはこれ人間じゃないんですよ。これ人形なんですね。でラブドールなんですよ。ラブドールが妊娠したっていう設定で、でラブドールを本当にこれ、オリエント工業さんに作ってもらってるんです。
でこれ30キロとか40キロあって動かすのすげえ大変って言ってましたね。撮影するの大変で、それをすごい綺麗にライティングして、でちょっと前代々木にあるギャラリー棟ってところで展示やってて、箱で見つけて声をかけてくれましたね。でそれ自分と自分の顔を何あれは型取って型取ってた 3D スキャンだった型取って、型取ってそれで自分とそっくりな、ラブドールを作って、そのラブドールと一緒に写真作品にしてるっていう作品を作ったりとかしてます。今回この作品大学の卒展ぶりって言ってました、うん、何年ぶりですかねそれって、ね、まあ、結構他のところでなんかこの作品で結構注目を浴びて、なんか展覧会しませんかとかって声かかってくるのに、なんかヌードがダメだったりラブドールがダメだったりとかでなかなか展示できなかったんですよ。でも今回アイコンだったんで、それは展示してほしいっていうことで今回お願いしに行きました。なんで初展示らしいです、卒展以来の。次きのこさんです。きのこさんはもうこの金箔のでおなじみというか有名な作家さんで、これは星座って書いてたかな、タイトル星座してる。まあ実際の展示ではどうなるの、いつもこういうの多いのでどういうの展示されるか楽しみですね。よいしょ、次は金沢さん。金沢さんは今も資生堂でフォトグラファーをしていて、もうきっとみんなが知っているであろう資生堂の CM やらパッケージやらポスターやらをいっぱい撮ってる人なんですけども、自分のライフワークでもこういう作品を作ってて、これはペンライトで長時間録音でペンライトでこうライティングして撮影してるシリーズですね。前に何かで一回展示で見に行ったことがあります。で今回このシリーズを展示していただけるということでオファーしました。で次宮原無我さんはなんか宮原無我さんもコマーシャルワークでものすごい有名なんですけど、今回自分の作品のシリーズでこれなんて言うんだろう、これは全部このシリーズはユニークなんですよね。全部一点もので作品を全部手でちぎったりとかして写真にコラージュしてそのままを点画像してやってるシリーズですね。この作品もそうだけど、ちょっとまだアップされてないけど、もう一個これ展示予定の作品が送られてきたんだけど、それの方私はそっちの方がすごい好きで、それも楽しみですね。次ゴミアキラさんです。ゴミさんはこう割と、まあ、巨匠だし年配の人なんですけど、まあ新しいもの好きで、この作品は和紙協会と組んでいて、それでまあ実際和紙にプリントされると思うんですけど、これ全部 AI で作ってるんですね。 AI で作った作品で、まあ、ちょっと前に AI で作品作ってるって SNS に書いてあったんで、ちょっと AI で作った作品を出してって頼んだんですよ。でちょっと前にソニーワールドフォトで AI の作品が受賞して、それがなんかどうなんか辞退したとかで話題になったんですけど、 AI ってそ
それは写真なのか写真じゃないとか、なんかいろいろ論争になりそうなので、まあ、そういうのを考えるのも面白いかなと思って、ゴミさんの作ゴミさんに、AI の作品を出してくれって頼みました。で次水谷さん。水谷さんは私も出たアートハウスでこの作品を見たんですけど、これ目が開いてんだかつむ、実あの目のとこだけ重ねてあるんですよね。でそれ以外にも上上下、これ実は上下逆さにしても成立したりとかする、なんか不思議いろんな見方ができるっていう作品になってて、詳しくはそのアートハウスっていう番組を見て、いろいろ見てもらえると分かると思うんですけど、パッと見なんか目のとこだけ変だなとか思うような顔写真なんですけど、実はいろんな見か、あの見る人によっていろんな見方ができるっていう作品になってます。ぜひアートハウスの方も見てください。あ、水谷さんは本当は写真家じゃないんですよ。写真家じゃなくて、あの映像とかインスタレーションとか、まあ、そういうのをメインでやってて、たままあ、その中で写真の作品を今回出してもらってます。次三島菊名さんですね。で菊名さんはこれなんか合成とかじゃなくて本当に一発撮っててこう絵コンテを書いて、まずこのセットをどうやったら実現できるかをなんか鉄工所とかだからいろんなところに持ってってこういう作ってやるっていうなんか。オーソドックス、なんて言ったら一発撮りあんまりレタッチもしないでそれで作る上げる人なんですけど、割とファンタジーなこの世界観を作るのが得意な彼女の作品をね、また見れるのが面白いかなと思って、結構この作品大きいの売れちゃってて、あとちっちゃいのしか残ってないって、なぜか大きいのから売れちゃってると言ってたんで珍しいです ね。で今回ちっちゃいのこの作品だとさっきの説明だと分かりづらいですけど、金魚すくいとか あったって言ってましたよね、うん、それとか私この人の菊名さんの一日あるアシスタントとか見に行ってみたいですよ、ね、どんな撮影なのって思っちゃいます、ね、すっごいこだわりがあるからライティングとかも超細かくて、撮影するのに撮影っつかシャッターを1個押すまでに8時間とかかかったし、もう信じらんないよ。面白いですよね。1回コラボ展は2人展をやったのよ。あの丸ビルのアシュペギャラリー、あのウィンドウギャラリーでやって1回手伝いに行ったんだけど、もうさ撮影が10時何か午前中始まるから、じゃあ3時ぐらいに行ったらシュートしてるかなと思って、まだ1回もシャッター押してないんですって。すごいめっちゃ大変で、こだわりがめっちゃ強くて、師匠のあの作品も撮って、作品でしたっけ、撮影ライティングでしたっけ、メテルさんって言ってたりしましたね。あの自分の撮影の取材に来た人が自分の師匠なんですよ。なんか自分の撮影に来た取材に来た人が腕が良かったから弟子にしてくれって言ったとか言って、わけわかんない面白いで、かっこいいな。ライティングが彼女はあんまりできないからそういうことをしたって言ってましたね。センスは抜群ですね。で次山本彩香、あのこの黒人の前回もこの黒人のシリーズ出していただいたんですけど、黒人のシリーズだけじゃなかったですよ、去年は。あ、そうだったっけ。あ、そうだ、お着物とかもあったね。なんか、ね、彼女すごい
プリントも綺麗だし、すごい人気なので、出していただけて、またね、人気あるんじゃないかな。展示会場の 1個下の階の、高石、高石ギャラリーでね、展示してるんで、あのギャラリーに所属してるんで、そっちでも、まあ、タイミング合えば見れると思います。次、七七のさんです。まあ、七七のさんは最近あの写真集も出して、それでいろんなところで今ね展示いっぱいやってるね。ちょうど今もねやってますよね。うん、昨日今日あたりで中野の方でトークイベントとかなんかいろいろ開催してるしてたり活動してくださってますね。ね。でこれ。あのコミッションワークもこのあのやっていただけているので、ぜひこれも、あ、今回でかいのにするって言ってたね。うん、長野さん今回私初めてですね、大きいの。いつもちっちゃいプリントが多いんだけど、今回はすごい大型のプリントを展示していただけるって言ってました。エディションも1でしたっけ。そう、エディションも1って言ってた。珍しい。去年の七郎さんトークイベント、メタバースで私たちのアイコンのやつでやってもらった時があったので、詳しくはそっちも見てほしいですね、お時間ある方。ああ、そうだ。なんか自分でこの写真焼いてるとかって言ってませんでした。うん、言ってたね。面白いです。で次、中村さん。中村さん、あ、中村さんいるね。中村さん自分で説明できるなら、もしスピーカーに入りますよ。あ、スピーカーに入ってる。もしツイッターの喋れたら、難しいかな、難しかったら。中村さんは写真申請機でねグランプリ取ってて、でこれなんだか一瞬わかんないかもしれないけど、アリなんですよね。アリ、アリの集合、アリの集合、アリ、これどうやってここに動かしてんだろうね、謎。結構ツイッター見てるとすごいいろいろ細かくやってて大変そうですよ。これ中村さんの一度トークイベント作りましょうと思いました。ねえ、これ解説聞きたいよね。なんかドキュメン、NHK のドキュメンタリー番組とかも出てて、なんかそれとか見るとちょっとわかるんですけど、本人から直接細かく聞きたい。できるようだったらね。このどう、なんかこう餌をあげるのが、うん、どうするのね。でもとりあえず伝わってくるのはアリへの愛がすごかったと思いました。ツイッター見てすごいね、アリも飼ってね、ちゃんとね。よいしょ。で次が小黒さん、小黒久美さん。小黒久美さんは今海外でした、ベルギーで。ベルギー、そうですね、ベルギー。これこの作品もなんかなんて言ったらいいんだろう、ストーリー性があるっていうか、なんか物語の一場面、なんかドキュメンタリーの一場面みたいな、なんかこういう作品が多くて、他の、カタログに載せていただく作品もなんか面白そうでした。あっちも好きなんだけどとかまで、どっちがいいかわかんないけど、まあどれもすごいか、なんだろう、ドラマチックでいい作品の、なんか前後のストーリーとかを聞きたくなっちゃうような作品が多いんで、今回何点展示してくれるかまだ分かんないんだけど、なんかね、知り、こう3、4点見てもなんか面白いかなと思うんでね。室さんもなんか、もし時差があるから何時になるか分かんないけど、もしね、どうメタバースだったらトークライブできるかもしれないから、やってくれたら嬉しいね。
展示では1点ですね、今回。でも物販あるみたいですよ。見てみたいね。写真集。うん、ああ、釣り崎さん。釣り崎さん。釣り崎、この間打ち合わせ行ってきて、釣り崎さんは、4枚って言ったっけ ?4 枚組の作品集を、作品集っていうのは箱に入れるのよね。箱に入れて、実際の展示は、なんて言った壁には展示しない。箱に入れてやるっていう話ですね。で、どういう風にするかちょっとまだいろいろ今打ち合わせ中なんですけど、釣り崎さんは死体写真なんですよ。このメタバースにあるやつは腕ですね。見たまま腕ね、死体で、なんか日本の報道の人とか割と報道っていうかドキュメンタリーってやってる人よりも本当にドキュメンタリーで、実際にウクライナとか行ったりとか戦地に行ったりとかいろいろして写真を撮ってる人です。これね、一個写真したい写真集っていうのがばっかり集めた写真集ももう売り切れちゃって絶版になっちゃってるんで、なかなか見る機会がないので、ぜひ。釣り崎さん、8月28、27、27かな、それもトークイベントあるんですよね。東京キララっていうところで、26だ、26にトークイベントがあって、でももうそのチケット完売しちゃったようですね。大人気、早かったみたいですね、なくなったの、うん、だからまあそこも行けないんですけど、だからどっかこう話聞けるところがなかなかないので、なんかメタバースでねトークライブやってほしいって今頼んでるとこですね。あ、ちょっともう30年ぐらい前からコンテンポラリーアートみたいな感じでこうインスタレーションやったり写真の上にプリントしたりとかいろいろやったんですけど、多分その時は時代が早すぎてみんながついていけなかったみたいでっていう話をしてたね。面白かったですね、あのやつ。そのシリーズ見たいなと思ってましたけどね。ねえ、もう、まあ、どこにあるか分かんないとか言ってたけど。次、小瀬村さん。小瀬村さんは、なんだろう、絵画からこう入ってきたようなね、写真を撮る人、ね。なんかこう、生物画っていうのかな。そうですね、蝶の作品とか一番日本画っぽいなみたいなイメージがすごい伝わってきてました、うん、ね。小瀬村さんも話聞いてみたいですね、この作品の。ね、この人もなんかストーリーをいろいろ作ってやってるんですね。動画もすごい美しい人ですね。動画の作品もね、蝶のやつとかね、あれね、綺麗だったね。その作品も今回展示できましたよ ね。そう、動画の作品も展示するので、それも楽しみですね。よいしょ。次、武藤さん。次、武藤さんは、コミッションワークでも出した、匿名性のあるっていうやつですね。だから時代、今、SNS とかで、時代的に、こう、匿名なのか、本名でちゃんと出すのかみたいなところのこの狭間みたいなのをこう日常から切り取って、これはどうやってやってんだろうね。なんか道具を使ってやってるとか言ってたけど、鏡やってました。私一回これ戻りやりましたけど。あ、そうなの、うん、いつの間に。去年のアートフォトラックでやってました。あ、そうだったんだ。鏡とか使ってやってんだこれ。でも確か鏡だったと思いますよ。で、まあ、このシリーズを展示するということで、今ね、モンゴル行っててコミュニケーションが実は取れなくてちょうど昨日、おとといぐらいかな、行き始めて、でそのちょっと前は準備で忙しいとか言って、なかなかちょっと、まあ、戻ってきたらちゃんとっていう話になってますね。次、本間さんです。本間
さんは去年も展示していただいた、このキューブのシリーズでやるのかな、ひょっとしたら。新しく夏だから撮ってないかな、わかんないけど、どういうかのシリーズ、ここに今挙げてあるのは5月かな、5月にサンシャオギャラリーで展示したやつがここに上がってますけど、他のやつで展示すると思います、きっと。もし本間さん、あ、すぐ落ちちゃうなんてしょうがないですね。磯部明子さん、よいしょ、はい、あ、これこの間、もう終わっちゃったのかな、まだ8月10日、あ、終わったか、終わっちゃったよ、8月13日まで、つい一昨日ぐらいか、一昨日まで、個展をやってて、これ以外にも この透明人間っていう個展をやってて、額装がね、ヴィンテージの額装でした ね。で全部ユニーク作品になってて、で額に合わせた写真になってて、形がね、四角じゃないんだよね、こう角が丸くなってて、だからその額に合わせて作ってるから、もう他に作れないからユニーク作品として全部出してて、で外にも展示してあったんだよね、それもなんか面白かったね。なんだっけ、鶏なんか外で鶏のなんか何の音なの、室外機の音なのか何なのなのか、なんか機械の音が鶏みたいに生き生き言うんだけど、その生き生き言うところの横に鶏の作品置いてあって、あれ面白かったですね、かけてるのかなとかと思いながら、でなんか山田葵さんをモデルにしたお城のやつとかも面白かったね。ミキヤさんと共通点が集中ありましたね、うん、面白かった、ね、あとこうファッシ実際あの宮原ムガさんとかもそうなんだけど、コマーシャルでやってるフォトグラファーさんなので、クオリティがあのなんつうかな、高いっていうか、もうめちゃめちゃ大きく伸ばしても全然耐えられるクオリティで、それがすごい圧巻な、個展でしたね。あとアイデアがね、またね、かわいい、なんて言ったらいいのね、アイデアもまたね、かわいい、ユニークですね、だいぶかわいい、面白い。次、それこう、ソ連は、なんて言ったらいいのね、ファッションっぽくって、またクールでかっこいいね作品ですね。前回なんか和の盆栽みたいなやつになってたやつがあったんだけど、それも良かったですね。これが今回はどんなの出すんでしょうね。これじゃないですか。ああ、でもなんか違うよ、丸い湖の上に立ってる、なんだろうね、面白そうでした ね。なんか今回は、前回はなんかちょっと、前回よりもプリントとかにすごいこだわった作品になるというふうに言ってました、あの書いてあったけどね。次、アリサック、アリサックまだ分かんないですよね、どうすんの、まあ絶賛制作中とか言ってたね。次、はい、鈴木萌子さん、はい、これ石の作品と植物が混じったような作品なんですけど、この石っていうのが唐岬っていう、あの銅を精錬する際に出てくるゴミのようなものなんですよね、とそのあと植物を入れて人と自然が融和させたような作品を作りたいって言って、この作品も制作したんですよね。
で、ついこの間大阪の県ファインアートさんで展示させてもらって、今多分ここにもいる福住さんにもよく毎日水あげてもらってました、植物がいたら今もあげてます、ありがとうございます今もあげてんの大変ね、展示終わってんのに大変なんですよ、はい、ちょっとお預かりしてるんで腹すまし世話しなきゃいけない、めんどくさい作品なんで、キュートだねまあそういった作品です。今回はアクシスの方ではちょっと頑張って新作展示しようかなと思ってます。またそちらの作品も楽しみにしてほしいです。はい、次ニハさん、ニハさん、ニハさんもかっこいいですよね。ニハさん、今回なんだっけ、宗教、宗教だけど今回の作品が写真と、なんだっけ、版画、あれ版画はまた版画とはあんま言わないで、木版画の原画なんて言ったらいいんだろうね、木版画の原画みたいなやつね、レリーフみたいな作って、だからその模様とかもちゃんと宗教を交えたような模様を作り込んで、彼女自身がイスラム教徒なので、そのイスラムの感じと日本の感じとなんか複雑な宗教観を表現している作家さんです。これ何だっけ、本人もね、なんかニハさんって新人って言っていいんですか、新人枠、私と一緒に新人、新人ではない、新人ではない、なんだろう、わからない、わからない、期待です、楽しみです、勝手に。次、高橋健太郎さん、西武で見かけたんですよね、私この人。あ、そう、西武でね。で、西武で見かけて、その次が今ギャラリー等で展示してる、奥天さん、奥天さんと2人展やってたの、ね、あー、そうでしたね。で、それも奥天さんの2人展をやってて、あの県ファインアートさんで奥天さん、私あのちょっと前展示やってて、そこでつながってて、でそのちょっと、なんだっけ、あそこ、片山真理さんの展示でもあったね、あったじゃん、片山真理さん展示で、違う、ギャラリーの名前からなんて思って、ね、片山真理さんの展示でもあって、なんかこの何でしょう、フィルムっていうんですか、うん、このうにょにょ、それが実際に展示では貼り付けられてるって言っていいんですかね、うん、なんで説明していいか、言葉に出していいか分かりづらいんですけど、とりあえず素敵です、はい、次、あ、丹野さん、丹野さん、丹野さん、さっきの説明ですね、これブラックってシリーズですね。これ丹野さん、ブラックが RGB で表してるって言ってましたね、なんか RGB でのから白黒を作ってるって言ったんだけどね、本人が説明した方がいいね、本人が、あ、もし説明できたらすいません、たびたびお声掛けいただきまして、はいはい、ブラックっていうシリーズが、これモノクロという意味ではなくてカラーの黒ですね、要は例えばプリントする場合ってインクをどんどん乗せていくと黒くなるんですよね、最終的に、うん、で、まあ制作の技法としてはそういう、色をどんどん持っていくことによって濃くしていくことによって、最終的に黒くするっていう、そういう方法をとってるので、モノクロの写真ではないんですね。で、これは制作のそのきっかけっていうのは、
まあよくその光の三原色とかって言われてる、そこにまあちょっと疑問を持ったというか、あの哺乳類の中でも三原色であの色を見ている動物っていうのは非常に少ないんですね。多分人間と猿とあともう一種類ぐらいなんかいたかなっていうぐらいで、ほとんど2とか4とか、そういう、まあ、あの色覚受容体っていう器官があって、それの数によって、まあ、決まってくるんですけど、でまあ、僕動物とってた関係で動物の目にはこの今のこの光景っていうのがどういうふうに映ってるんだろうかっていうところから始めて、まああとはちょっともう技法的に辻褄合わせるのにそのユニバーサルデザインの基本的なところとか一通りあの押さえて作ったものですね。はい、なるほど、わかりました。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、で次が、あ、私ですね。次はこれはウェーブっていうシリーズで、波の強さとか粗さを怖さとかを、この作品の中で表現しています。で立ってると浅いんで心地いい深さなんですけど、寝っ転がると人の在り方で怖くもあり恐ろしくもありっていうこの二面性を表現しています。で これ実際見ると、漆喰の板に、木のボードの上に漆喰を塗って、それでこうちょっと凹凸作って、その、上からガラスを張ってます。なんで、素手で触ったら怪我するみたいな作品になってます。で次が、舞山さんですね。これ舞山さんは、コマーシャルとかでもポートレートとかもすごい有名だったんですけど、今回ランドスケープのシリーズを出してくれました。で同時にアイコンの、アクシスの展示と同時で、東京アーツギャラリーの方で、ポートレートの方のポートレートの、個展をやるので、それと真逆の対照的な作品をモノクロのクラシックな作品出してくれるので、なんかその両極が同時に見れるので、なんかそこが面白いかもしれないなと思ってます。ちくらさん、ちくらさん、はい、ちくらさんも 2,3 年前でしたっけ、世界一美しい本っていうのね、出版されたですよね。ね、あのあそこシュタイデルから出して、でその本がシュタイデルですね、シュタイデルから出してて、そのシリーズとはちょっと違うシリーズなんですけど、新しいシリーズもこれは本当に星なのだろうか何だろうかって感じで、なんか本人にこれも解説聞きたいですね。実際は何のシリーズだったっけ、実際の展示はなんかすごいギリギリまで悩んでて、なんかこっちで行くかあっちで行くかって何回もやっぱりこっちって連絡が来てて、最終的にどっちになるんだろうって今思ってるんですけど、まだ決まってないみたいですね。まだ決まってない。あ、嘘だ、決まった、決まったのか、いや嘘だ、まだ決まってない、まだ決まってない。そうそう、ずっとどっちが悩んでますってメールもすごいずっと来てる。楽しみですね。楽しみですね。次行こう。あ、上野岡さん、上野岡さん面白いね。上野岡さんは
写真家ってあんま思わない人が、てか写真家って言っちゃっていいんですかね、うん、あんまり言わないんですか ね、この方は、ね、でも写真はまあ使ってるんですけど、こういうなんだろう、これどんぐりとか木のなんだろう石とかいろんなものを、そう自然のものをいろいろ貼り付けたりとかして、それと写真と対比したりとかして作品を作ってる人です。この写真だとやっぱ伝わりづらいんですけど、実際初めて私たちが見たのが去年の T3 だったんですよね、うん、その時一番私の記憶の中に残ってて、この植物の中でから作り出したこのモチーフみたいな感じだったんですよね、うん、それが面白くって、実際に今回参加してもらいたいと思って声かけてみました。すごい楽しみです。岡野さん、岡野圭さん、なんか去年も動物のねシリーズをやってて、動物園のね、なんだろう、キリンとかもあったっけ、キリンとかハチダックね、ハンダックとかなんかいろんなね、それを写真をこう画像処理してちょっとなんだろう、イラストチックに変換して動物と動物園の動物をやってるんだけど、飼われて、いわゆる、まあ、要は飼われてる動物をなんだろう、人間社会とこの対比したような感じにしてコミカルにしてるっていうシリーズですね。トートバッグとかもあるんでぜひ見てください。可愛いんだよね。キュート。で次、高野さん。高野さんはなんかこの作品もそうだけど、なんかこう絵画と写真を、これ写真なのって感じの写真だし、なんか写真を壊したんですよね、普通にプリントした後に、うんうん、ね、でコラージュするって言ったんだっけ、あれ何を、なんか薬剤塗ってる、あ、そうだ、薬剤塗ってるって言った、で壊してって、でその後にご自分でちょっとドローイングって言うんですかね、うん、それも交えて作ってたりするんですけど、今回だいぶ変わりましたね。ね、面白い表現の仕方が本当面白い。次、小倉さん。小倉さんはこれはこう写真で見るとなんだろうって感じするかもしれないですけど、これほん、立体作品なんですよね。で、立体作品で、これはちっちゃい写真がたくさん、テキスタイルで布に全部プリントされてて、それをどれぐらいの大きさ、10センチ四方ぐらいの写真かな、それをもう大量に何百枚と重ね合わせてドレスを作ってるんです。そのドレスを、展示してもらいます。で、去年のたまびの卒展で見つけてきて、あの展示してもらいます。ナンパしてきました、うん、はい、じゃ次、はい、菊池亮太さん。菊池亮太さんは実際フリークライミングをして本当にこの上に乗っかって撮ってるんだよね、セルフポートレートしてて、なんかフリークライミングが先に先行してるんですね。面白いよね。去年の展示とかも結構めちゃくちゃだね。額って聞いたのに、額付きで展示しますっていうか、普通の額かなと思ったら、なんか人間のなんか形をしたなんかもうオブジェみたいなのにが写真を持ってるんでね。でこれ額確かに額だけどみたいな、ね、普通の額って言わないみたいな。それ普通額って言わないみたいな。動画がなんかで見るとなんか、え、これ人が持ってんだけどみたいな感じがしちゃう感じでしたね。面白かったです。今年どんな風にやるんだろう。
楽しみですね。服もできたね。服着せてたね。あ、そう、本物の服とかでしたね。本物の靴と。そうで、あれね、その写真と同じ服を着させたのね。面白い。で、次、竹瀬さん。竹瀬さんは、よくわからない。私、この人の竹瀬さんのトークイベントも開きたいんですよね。なんかデジタルで、こう、エラーみたいなのを重ねて作ってるんだけど、なんか、ね、ちゃんと解説聞きたいですね。いつもあんまり聞けないから、うん、で次が西村さんね。西村さんはあ、このメタバースの写真だとこうなんか女性の方がこう写真を触ってる写真で、本当にこうやって触れる写真なんですね。で、手のひ、おじいちゃんの手の甲とかおへそとかなんかそういうのを実際に立体にこう半立体みたいに作ってあって、でどうやって作ってるかはちょっと細かくは分かんないんですけど、とにかく触るとこう皮膚の感じとかをこう表現してるんですね。で、触れないっていうのと触れないとされるものが一般的なものが触れるとか、そういうのをこうコロナ禍と、コロナで何でもさあんまりこうコミュニケーションが取れなかったところを逆手に取ってこう作品にしてるやつですね。コミッションワークだったんですか？あ、そう、これもコミッションワークでもこれとこれを作ってくれるそうですね。これ実際展示で見ないと分かんないやつですね。で、次、内倉さんですね。内倉さんは、今ちょうどかな川西ギャラリーで展示してて、個展最中で、ちょうどこの「忘却の海」っていうシリーズで、写真集がちょうど赤赤社から出たばっかりで、その出版記念個展をかな川西ギャラリーでやってますんで、ぜひ見に行ってほしいですね。で、これ海に打ち上げられた なんだ、ゴミを撮影してるんですけど、そのゴミを、自分で並べ替えて、で、これライティングが太陽光なんだけど、影自分で作ってる。カッターと画用紙を持ってその海に行くんですよ。ほんで影はカッターでその場で切って、なんかこういう影がいいなとか、フラットがいいなとかいろいろ調整して撮影してるそうです。次が大和田さんですね。この大きく盆栽のシリーズがここに飾ってありますけど、ちょっと前までアシュペイギャラリーで、展示してた、個展をやってたんですけど、まあ、そっちのシリーズから実際、アクシスの方では展示するって言ってましたね。で、この盆栽のシリーズは時間の経過を実は撮影してて、これコラージュになってるんですよ。で、撮影した時期が同じ盆栽を同じ位置から、まあ、ほぼ同じ位置から撮っていて、それを、1年間とか2年間とか撮影して、それをコラージュして時間の経過を一個の作品にしてるシリーズです、うん、なんでこれ四季がこれでわかるみたいなシリーズですね。場所によって時期が違うんです。これだとちょっとね分かりづらいんだけど、もっと細かく分かれてたんですけどね。で、本当に金箔に、プリントしてるやつとか、今いろんなバージョンがあるんですよね。で、次、桑迫かなさん。桑迫さんは、不自然な自然っていうシリーズなんですけど、森？日本の森とってほぼほぼ
人工林なんですよね。人工林なんです。それをが天然のものはないので、天然のものはないから不自然な、自然じゃなくて不自然なんだけど、不自然が自然、不自然なのに自然って呼ばれてて、不自然な自然みたいななんか、回り回ってよくわかんないみたいな、なんかそういうのをテーマに撮ってますね。で、これは刺繍があるやつかな、ないやつかな、これ多分ないんじゃないですかね。去年、今回一緒に最初の頃展示してたやつあんまなかったですから ね、 ね、あの刺繍があるやつとないやつがあって、刺繍があるやつはこの、なんて言ったの、この線のところにリンクするように刺繍がしてあるんですね。なんで表から見ても裏から見ても成立する作品になっているやつですね。で、実際のあのアクシスの展示でどれを展示するかはまだちょっと分かんないんだけど、まあどっちか展示すると思います。いや、大きい作品になってくると縫うのがもう大変って言ってました、ね、そうなんだ。もう紙があれじゃないですかね、だから揺れちゃったりとかね、両方からね。次、山内さん。山内さんはなんかね、なんか変な人なのよちょっと、あ、このシリーズの前のシリーズは富士山の頂上で雲とかを撮ってて、なんか宇宙空間みたいに見せて撮影してたりとかしたりして、で今回のやつは去年の京都グラフィーで展示したねやつで、これも前のやつは富士山の頂上で、今回はどっか姉妹で撮ってるんですよね。屋久島じゃないですか、これがそのシリーズだか忘れ、わかんないですけど、その京都グラフィーの時はそうですね、屋久 島に何年も通ってるって言ってましたよ、うん、でそういうところに電波もなんか通信機器もあんまり通じないところにこもるから、すぐ連絡が通れなくなります。それ次連絡取れるのになんか2週間後ですみたいな、いつもそんな感じ、レスポンスが大変遅いね、しょうがないね、面白いな。塩原さん、ボタニカルアートっていうやつなんですけど、ボタニカルアートでこの植物自体が、あ、植物っていうかもう果物ね、果物自体が、塩原さんは農園をやってて、そこで果物育ててるんだけど、その育ててる果物は品種改良のためになくなってしまうかもしれない、なくなることが決定しているたりするやつを写真に収めてるんですよね。で、まあ品種改、例えば1個の品種を作るためには10個くらいのなくなっていく品種があったりとかするんで、それを写真にして、だから1個作るのに3年とか、この作品が出来上がるまでには2年ぐらいかかったりするんだよね。でこの作品何でしたっけ、ブドウ、ワインのやつ、ワインのやつだ、何でしたっけ、リスニングじゃなくて忘れちゃった、うん、今回そのもしワインのところに下ろしてるようだったら、なんか今回の内覧会とかに出してほしいですって声かけてみたら、これ違うんだ、もう作品のためだけに作ったって言って、もう時間のかけ方がすごいですね毎回驚きます。で、英国庭園美術館とかに寄贈されてたりとか、この間もなんかどっかの国でなんかいっぱい展示してたりとかして、日本ではほぼ知名度ないんだけど、海外ではたくさんそうやって展示を してたり寄贈されてたりする人です。不要紙で羊の皮にプリント出ししてたりしてるやつとかもあるんだよね。で、次平沢さんのこれは何だろうね、いつもはポートレートで顔写真なんだけど、でこれ熱、なんてカメラだ、熱の温度が分かるカメラで撮影してて、温度高
いところが赤くて低いところが青いっていうやつで、これのシリーズと対になって数字のやつがあって、これを数字で表現してる、例えば 36.5 とか、その人の体温、その体温ね、体温を場所によって全部数値化させてやつと対になって、それが鏡にプリントされてて、自分の顔とその数値がこうリンクするようになってるのね。リンクしたりしなかったり、それがまたなんか面白いね、コンテンポラリーアートになってます。横山さん、次ね、横山さんです。横山さんの作品は UV プリンターにでプリントして、さらに自分でペイントしたりとか写真撮ったりとか、なんかすごい複雑なミックスメディアをしてて、いつもメディウム見るとわけがわからなくなる何使ってんのみたいな。でトートバッグになってるやつはネズミね、天使の何でしたっけ、タイトル、なんか忘れちゃった。面白かった、ね、小山さんも解説を聞きたい。橋抜きさん、橋抜きさん、よいしょ。橋抜きさんはもうコマーシャルの世界とかでいっぱいやってる人で、趣味が登山なんでね、で山の写真とかいっぱい撮ってて、で絵画ももともと絵画から入ってるので、なんつうんだろう、写真の上にペイントしたりとか、なんかそういう服ミックスアートになってる作品です。で単純に登山をいっぱいやってる人なんで、山のね景色とかのお話も面白いです。なんかもう10時半なんで、まあ、次大橋さん、大橋さんは池谷さんの一押しでした。そうそう、これね、あー、この作品か。もっとねポツンとね雪の中にね、なんでか知らないけど、この自動販売機がねポツンとあって、自動販売機、日本の自動販売機って一体何なんだろうって思うような作品たち、こんなところに自動販売機あんのみたいなやつがねあって、なんかその自動販売機の寂しい感じとか主張する感じとか、あったかみがある感じとか、なんか複雑な感じが少しで面白いよね。あ、やぶさきさんいるのかな。やぶさきさんいるんだったら、もし喋れたら、やぶさきさん、あ、やぶさんいる、スピーカーにいる、喋れんのかな、喋れたら、喋れないかな。矢部崎さんはあれね、こう美しい風景写真で、結構まあいろんな日本秘境のところに行って撮影してますね。ちょっとなんだろう、ちょっと若干長時間旅行が入ってたりとかして、幻想的な風景写真を撮ってます。プリントが超絶美しいです。もうなんだろう、 美意識をそこに集中してる感じでね。もし喋れたら本人解説があればと思うんですけど、あ、リクエストになってる、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。はい、よかった。ご紹介、あ、ご紹介ありがとうございます。はい。私は今は日本の風景を撮ってます。で、特徴としては、テーマは自然との共鳴によるヒーリングっていうのをテーマにずっと撮り続けていて、もう6年くらいになるんですけれども。必ずモチーフは水にまつわるものを必ず
社体の、まあ、あのフレームの中に必ずいるというふうなことを特徴にしています。で今回あのメタバースの方に展示させてもらっているのは、滝の写真になりますけど、アイコンの、展示のリアルの展示の方に関しては、海の写真を2点展示する予定で今いますので、よろしくお願いします。それと、実はアイコンの1週間前にですね、銀座で個展をやりますので、またそちらももしあのよかったら皆さん見に来てください。よろしくお願いします。バタバタですね。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ次が藤倉さんですね。あ、これはあの LINE のシールかな。藤倉さんはいたりしないかな、いないか。藤倉さん、藤倉さんはこれ視線を追って何て言うんだろう、マスキングテープでどこを見てるかなっていうのを藤倉さんが独断と偏見で線を引いて、こう線をつないでみんなの視線をどう面白い観察するっていうシリーズですね。マスキングテープ貼ってるんでちょっと段差があったりとかして。実際の展示で見た方が、なんかこう、なんだろう、この写真で見ると、ただ線が、フォトショップで描いてるみたいだけど、実際にこう、マス手の跡とかが見えるんで、面白いです。そこになんかアナログ感があるっていうか、実際の自分のなんか、こう、手仕事が面白いなと思ってます。次。うつさん、うつさん、はい、うつさん、じゃあ萌子さんか。私一回うつさんのアシスタント、アシスタントなんてお手伝いしに行ったことがあるんですよね、アトリエの方に。うつさんって結構図鑑と、うつさんのアトリエってすごい図鑑とか何百種類みたいな感じでたくさん置いてあって、でその本のページの何でしょうね、紙を使って背景にして、で自分の集めていた何でしょう、おもちゃのようなものをうまく組み合わせて作品作ってたりするんですよね。で今回のこのシリーズだと結構うつさんって布をよく集めてくるんですよね、面白い布とかを。でそれをモデル使ってこうなんか面白くやってみたいですね、とりとりで。実際にでも鳥使ったりするじゃん、生物。あ、そうですね。とか熊の結構シリーズ、豚の頭の死体なんかその豚とか熊の頭をそのベランダに放置しておくんですよね。でその腐っていく様子をずっと記録して残していくんですけど、途中で気持ち悪かったりするんですけど、その気持ち悪さをずっと見てるとだんだんと何でしょう、愛おしい感じになってくるんですよ、こっちも。でウジ虫とかも湧いてくるんですけど、またそれがだんだん見てるとキュートみたいな感じで結構面白かったです。あれ写真にまとまってるんですかね。ねえ、ジンとかよく作ってるのがすごい好き。豆ですね。本当に何十種類もありますからね。うつさんのジン、多分じゃないですね。うつさんは絶対物販の方で置いてくるんで、ぜひお時間あった方は見に来てください。見てください。それも。次。須崎さん、なんか須崎さんはなんだっけ、サブカルとかを集結したような人で、あ、そうだ、須崎さんのあのコミッションワークもあるんですけど、今回のはなんか。えらい重いって言ってたよね。なんか20キロぐらいある作品とか言ってて、なんで30キロだっけ？なんで30キロなのかさっぱりわかんないんだけど、なんか30キロぐらいあるとか言って、なんか
これはどうしてこれが30キロになってるのかさっぱり分かんなくて、なんかレジンとかいっぱい使ったらってどこにレジン使われてるのかさっぱりよく分かんないんだけど、なんかどんななってんのか。なんか去年はパチンコ台を作ってきたね。そうですね、パチンコ台、こう女の子のなんかね、あと飛び出すエレホンとか作ったよね。なんかこう作り方がすごい豆と綺麗さ、ね、絵を真面目に追求してる方ですよね。本当 ね面白いよね。でもしかもそのエロがまた日本ならではのあのコスチュームの入ったエロだからとかだなと私は思いますね、うん、で本人が明るいからいいよね、だって男の子だもんとか言ってね、みんな好きだもんとか言ってね、可愛い、面白いね。マイケルさん、マイケルはこの空撮で本当にヘリコプター乗って撮ってるんだけど、この場所とかもねすごいこだわりがあって、あとこのなんだろう、都市の、まあ都市がほぼ都市なんだけど、都市あの空港の上とかね、このなんだろう、都市は生きてるって言ってたね、この光の線が血流で、このなんだもう時間にこだわってて、昼あのマジかは、日が暮れる直前、日が沈む直前で、まだ明るいんだけど車の電気がついてる時間に撮影してて、この都市の車の明かりが血流、またあとこうあの電子基板にも見えたりとか、なんか都市をそういう俯瞰で全部撮影してる。マイケルさんって高所恐怖症でしたっけ？そうそうね。何一番高いヘリコプターとかに乗って面白いですよね。ね、怖いってずっと言ってるね。なんで俺こんな飛んなきゃいけないのとか言いながらやってるよね。なんか撮影中切れてってよく言ってた。ね、あのヘリコプターの運転手の話は面白かったね。マイケルさん怖いんだもん。すごい言ってたね。これ長谷尾さんね。長谷尾さん今なんか12星、あのクラファンですごい12星座のやつで集めてて、この方も CG とかレタッチとかせずにこのクオリティを本当に作り込む人なんですよね。なんかセットがすごいいつもね、豪華です、豪華で、なんか植物とか池とかも自分で作ってるね。1年とかでした、1年レベルでしたっけ、なんか言ってたね。なんかずっとちゃんと初めから育てて息も作り込んでっていうのを話聞いた時面白かったですね。そういうのできるんだって思っちゃう、うん、で今回うちの展示じゃなくてクラファンでやってる十二星座のやつもなんかどんなクオリティなのか楽しみですね。毎回セットが本当に細かいですね、長谷尾さんは。で、らしき、あ、これ最後だよ、らしき。去年アクシスの展示が終わった後に急にらしきさん、イケアさんの事務所に来て急にプレゼンし始めたんですよね。それであのフォトグラフィーに出すことが決まって、ここギャラリーで展示してて、あれかっこよかったね。そうですね。そのここギャラリーの前のあの東急の展示もすごい、あれが私一番すごい好きでしたね。かっこいい、かっこいいね。写真だけじゃなくって絵画とかも織り交ぜてきてて、でこのレッドっていうのは、女性性を表していて、なんつうかな、平等とか、女性としてフェミニズム的なね、なんかそういうのも表してたり、なんか複雑な自分の家庭環境とかもそこに混ぜたりとか、いろんなね複雑な思いがそこに入ってる作品ですね。だから写真だけじゃなくて文字もいっぱい読んでほしいね。そうですね、でもそれを読まないと理解するのが難しいです、ね、そういういい作品ですね。楽しみです、今回もどんな作品が出てくるか、ね、こんなざっくり一つ一つこんなざっくり説明しても1時間半かかるんで、
実際に見に行った時はもっと時間かかるかもしれないですし、ね、であのカタログとかね見ながら見ていただけたらね面白いかもしれないですね。あと出展作家さんの話あの在留してたら話聞きながらとか見たら面白い。あと今回はあのクラファンもやってますので、そのクラファンもぜひ皆さんチェックしてほしいです。で今年は9月15から18日なんですけど、9月15日は内覧会もあるんで作家さんが多分一番その日集まるんですよ。なのでもう好きな方はぜひそこでいろんな方の話を聞いてください。めちゃめちゃ面白いと思います。今回は普通っていうか普通の方誰だろう普通の方わかんないんですけど、いろんな展示方法があると思うんでぜひ楽しみに来てください。はい、なんか質問があればちょっと質問を受け付けたいと思いますがどうでしょう。さとみさんどうですか。質問はコメント欄にお願いします。ありがとう。今回もあれか ね今日お父さんも素晴らしい方々がたくさんついてくれましたね。うん、よかった。そうだ、スポンサー集めが今年は大変だったんですけど、あとクラファンでねもっともうちょっと集めたいと思ってんで、そうね、はい、ぜひ皆さん、あトートバッグとかもねいっぱいいろんなのあるよね、かわいいのね。そうです、じゃあかわいい自分は5個ぐらいかな、5個ぐらい、そんなに、めちゃ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 あるね。トートバッグ裏側にあれねポケットがついてるのもいいんだよね。そう、あそうなんですよ、トートバッグよく見ればわかるんですけど裏面の方にキャプションが入るんですよ。でしかもその作家さんのサインとかも入ってくるんでぜひ楽しみにしててください。あ、楽しい。で今回もう海外輸送もできるようにしました。もう釣崎さんとか言ってましたね。そうそう、釣崎さんとか小黒さんとかはもう早速それで、うん、海外でね注文されてる方がいてすごかったですね、早いと思います。ぜひぜひお楽しみにしてください。来るのは10月ぐらいでしたっけ。あ、そうですね、この展示が終わって18日に展示が終わるので終わったら集計して、はい、制作してもらって出荷って感じです。で一つのバッグをたくさん作るわけじゃなくて小ロットじゃないですか結局。なんで機械で生産できないんですよ。ねえ、すごい丁寧に作ってくれるんですね。そうそう、丁寧にって言い方あるんですけど、まあ一人の親子人が合ってるのかどうかわかんない。作るのが一人しかいないから。しかもまた一旦作家さんに送ってサイン入れてもらうっていう。時間と手間と形なんで、なんでちょっと時間かかります。でサンプルでなんかもうちょっと何個か当日展示の時に出せるようにやろうと思ってます。ああ、なるほど。じゃないとなんかよくわかんないかなと思って。あと展示期間中にトークイベントもします。ああ、そうなん、そうなんですよ。行けたり、それ会場で、そう会場でします。今年はもうコロナ明けということで、はいはい、日付がいつだっけ、池谷修一さんと、あと、あ、はいはいはい、池谷さんが
選んだアーティストとトークのセッションをやったりとか、あと大和田さんと菅月さん、うん、菅月、うん、うん、下の名前わかんない菅月さんっていう編集者の方と、あと今回いろいろ助けていただいてる竹内隆一さん、隆一さんが一緒に日本の写真についていろいろ話してくれてるので、すごいそれが私は楽しみです。うん、であと今後出てくるクラファンの方だとポートフォリオもポートフォリオレビューも出てきますので。すごい。それは誰がやってくれるんですか？それはまだ言えない、まだ秘密みたいです。あ、まだ言えないよ。まだ秘密みたいです。まだ秘密というかスケジュールは抑えられてない。いや、でもやってなかなかね難しいんです。調整中です。調整中。アーティストの目指してる方だったりとか、学生さんとか、もしよろしければぜひ参加してみてください。ギャラリストの方もいれば、コレクターの方でもいたりとか、いろいろちょっとできるように用意してあります。用意していきます。ぜひっていう感じ感じです。はい、大丈夫ですかね。そうね。はい、今回もだいぶ長くなってしまいましたね。ね、もうすぐ11。いや、でもね、こんなに多分一堂に集まるこんな展示ってなかなかやっぱ本当にないと思うんで。そうですね。しかも、うん、割と面白い人ばっかり集めたんで、表現の仕方がいろいろバラエティに飛んでて、いっぺんにそれが見れるのも面白い。うん、あと普通アートフェアってギャラリー単位だったりするから、一つのギャラリーからこの人この人って感じで出てくるけど、私が独断と偏見で選んでるんで、なんかバラバラでいいかもしれない。それがいいかなって、バラわざとバラバラにしてるんですけど。うんうん。いや、でも飾ってて今年は本当になんかワクワクしました。ね。なんか結構自分であちこち場所変えたんですよ。楽しみながら作れました。ね、普通だったら展示でこの組み合わせはないなって思う。また今年もこのメタバース空間はなかなかやっぱ重いですかね。重いですね。重いんですね。重いんですね。やっぱね。なんかすぐ落ちちゃうってみんな言ってる。落ちちゃうんだよね。やっぱね、通信環境がね、なかなか難しいよね。うち、あの、Wi-Fi とかだと落ちちゃったですよね。LAN ケーブルでやれば。割と大丈夫なんだけど。そう。ね、あとね、あと 5G とかだと平気だけど。ああ、そうですね。やっぱデバイスも関係あると思いますね。はい。そうですね。じゃあ、あれかな。そろそろ時間もだいぶ遅くなったし。はい、ああ、そうですね。わかります。はい。じゃあ今日は本当にありがとうございました。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。あれ。じゃあ閉じてよろしいですか？はい。じゃあこれ。はい。わかりました。では、お疲れ様です。